ね。最近は日本にも外国人の労働者が増えてきました。多いですね、外国人の人ね。最近ね、外人がいっぱいいますね。そうそう、電車乗ってどこ行っても代々木なんかもすごいですから、外人ばっかりね。いっぱいいますね、あの辺ね。しまいに、あれ俺が外人なんだっけと思わねえ。お前だけだよ。そのぐらいいますよ。そのぐらいってそこまではいないですけどね。やっぱり遠い国から来てますからね。まあそれはね、文化の違いなんか大変らしいですね。そうそう、全然違いますからね。特にやっぱつまずくのはね、言葉の問題ですよ。それは一番でしょ。日本語なんか結構複雑じゃないですか、表現が。日本語ってのは大変で難しいんですよ、これ。やっぱり留学生なんかもつまずいちゃうらしいですよ。そうそう、やっぱね、いろいろね。また来てくださいね、うん、私は首を長くして待ってますからね、なんてと、ね、もう英語にそういう表現ないから、そのまま受け取っちゃうわけですよ。そうそうそう、うん、私がいない間にこの人たちの首はどうなっちゃうんだって怖いだろうね、それね。帰ってきて、分かんないんだから、やっぱり。もう一回来て、こんにちはって言ったら、うん、いらっしゃいませ、ね、伸びてくる、伸びてくる、そんな伸びて、そこまで思わねえ。言葉そのまま受け取ったら、まあ、確かにね、首を長くして待つなっていうこと言いますからね。日本語の表現は怖いですからね。日本語っていろいろあります。それが本当だったら、渋谷のハチ公前なんか待ってる人ばっかりですから。間違いね、首長族の村みたいになる。1時間くらい待たしたりなんかして、うん、みんなハチ公のところに首が絡まってる、うん、なんだなねえ、いつまで待たせるじゃねえな、お前。いやいや、そんなことなんねえよ、いくらぐらいになっちゃうんですか。まあね、でも日本語ってのはいろいろありますよね。そうそう、複雑な表現ありますからね。あと、恥ずかしいことを、顔から火が出ましたよなんて言ってるやつ、うん、言いますよね、そういうのね。あれだって言葉通り本当にそうなっちゃったら大変ですよ。そりゃ大変ですよ、なったら人間違いしてね、山田君って振り返ったら違う顔だったらね、ブワーって、ちょっと、まあそんな瞬間的に発火するのか。発火しちゃうんですよ。すごいね、そうなっちゃったら。もっと恥ずかしいな、ホームで転んだりしたらもっと恥ずかしい。なんでよ、お前は。なんでしょ、一人で燃えながら起き上がってる。燃えながら起き上がるのかよ、お前。大丈夫だよ、恥ずかしいから燃えてるよ。あ、もう目立っちゃうからね。余計恥ずかしい。余計恥ずかしいよ。火炎噴射器みたいな。何やってんだよ。力を気を吹くわね。耳から。いい加減にしなさいよ。しまいに焼け死んじゃったり。死んじゃうのか、お前。ホームで転んで死んじゃうのが恥ずかしい。このくらいになっちゃうんですよ。大変ですよ。ちょっと顔貸してくれよ。はい、どうぞ。はい、どうぞじゃねえだろ、お前。どこが言ってんだ、それは。言葉通りだったらそうでしょ。言葉通りだそうだけどね。今日は私は胸を借りに来ました。あ、貸すのはいいんですけど、今貸し出し中なんです。どうなってたらまた貸しますから。何なんだそいつ、どうなってここ。延滞料金溜まってるんですよ。延滞料金って何屋さんなんだそいつは。胸レンタル屋。胸レンタル屋って何の目的で借りてるんだよ。胸を返しに来るやつがいてない。返しに来るやつがいてない。なかなか借りてすいませんでした。重宝させていただきます。何を重宝すんだ、本当に。ありますよ、本当に。延滞料金納めんなよ、お前。パッてはめんのこのぐらいになっちゃうんですか。なんだそれは、お前。君は今日はなんか絡むね、なんて隣で。そうですか。ただ絡むじゃん。こんなに絡んでる。バカだよ、それは。単なる。何言ってんのか、それ。そういうことだってあるんですよ。ないよ、そんなこと。彼は頭の回転が速いんですかね。速いって言ってますよね。おもちゃかってね、お前。おもちゃかってね、何言うの。頭の回転速いやつは、頭いいってことだよ、お前。それバカじゃねえか、単なる。そういうやつが出てくるかもしれないじゃないですか。ね、ありますよね。私はね、もう最近は年取っちゃってダメですよ。耳がすっかり遠くなっちゃったね。耳が遠くなっちゃったね。わかりますかね、あそこにあるんですよ。どこにあったって、何て言うの、お前。耳が遠い。耳だけどっか行っちゃうのか、遠いところに。そのぐらいになっちゃう。なるの、そんなの、本当に。カネはね、おとなしいんですよ。普段はね、カノ泣くような声で喋るんですよ。カノ泣くような声なんですよね。カじゃねえか、お前。気持ち悪いよ、それ、お前。カノ泣くようなじゃねえか、カノ泣く音じゃねえか。私は忙しくてね、今日は大阪までとんぼ帰りですよ。大阪までとんぼ帰りだよ。とんぼ帰り、ひだみたいなやつだな。何言ってんだ、いねえよ、そんなやつ。口車に乗ってきやがってて、口からでっかい口に車輪がついてる。口車だ、それは。いい加減にしなさい。